続いてはファンからの質問を選手にぶつけるツイッター連動企画、今日はチーム最年長和田投手です。チーム最年長41歳の和田毅投手、先週の日曜日には今シーズン初勝利を挙げ、日本通算144勝、さらには日米通算150勝に王手をかけました。一応区切りっていうかね、日米の区切りっていう意味ではあと一勝なんですけど、個人的にはやっぱり日本通算の方を自分は意識をしているので、そういう意味ではまだ6つあるのでね、次の登板でね、そういうチャンスを、自分が、そういうチャンスを出せるピッチングができるように頑張りたいと思います。早速ファンからの質問を和田投手にぶつけます。はい、若い選手と関わるときにジェネレーションギャップを感じるときはありますか？若い子たちのね、あの会話でやっぱり誰々が可愛いとかね、なんかいろんなグループとかあるじゃないですか。多分僕がもうね、若い時だったらそういう会話に入っていけるんでしょうけど、今はなんかそういう会話に入っていけないというかまあこの人が今人気なんだなっていう、はい、そういう目線っていうか。朝きついと感じることはありますか？もちろんです、毎日です。僕朝特に苦手というか、はい、ちゃんと目覚ましは止めるんですけど、必ずスヌーズっていうか、あの二度寝防止のあれ機能つけとかで僕絶対二度寝しちゃうんで。年を取ったかなって思うほどに今でも若く見えます、ハートマーク。若さを保つ秘訣とかあるんですか？基本的なことですけど、やっぱり食事だったり睡眠だったり、やっぱそういう部分に関してはやっぱり野球優先にね、どうしても、なってしまう部分もあるので、やっぱたまにはねお酒飲んだりとかね、たくさん飲みたいなという時もありますけど、やっぱシーズン中はそこは我慢して自然と飲まないようになってるんですけど、逆に僕野球やめてからの方が自分の体のこと大丈夫かなっていうか、どうなっちゃうんだろうっていうのは、はい、心配な部分もありますけど。和田投手、これからも若さあふれるピッチング期待しています。和田投手の若さの秘訣は、シーズン中はお酒を飲まない、いろいろあるんですね、やっぱり選手によって。そこには一番大事ですね、やっぱり彼は練習でもよく走るじゃないですか、そういうところが若い選手も見てね、学ぶことがいっぱいあるでしょうけどもね。浜田さんどうでした、現役時代は？何ですか？お酒は、たまに飲むぐらいですけれどもね、そこまでは私もそんなに飲んでなかったいやでもね、やっぱりこれからやっぱ手本になって引っ張っていってもらわないといけない。そうですね、今日和田投手先発ですか、はい、楽しみですね。